株式会社マイナビ取締役専務執行役員浜田紀久様より賞金が贈呈されます。佐藤選手おめでとうございます。そしてツイッター賞の発表です。この賞は大会期間中にツイッターの利用者によって多く会話され、ツイッター上でのオールスターゲームの盛り上げに貢献した選手に贈られます。マイナビオールスターゲーム2021ツイッター賞に選ばれたのはセ・リーグ広島菊池涼介選手です。菊池選手はお座りをお上げください。セビの人はレッドラインってもなければ、ツイッター賞の菊池選手には賞金が贈呈されます。昨日4打数4安打です、ね、そうやな、はい、菊池選手おめでとうございました。両リーグの監督、コーチ、そして選手の皆さんおめでとうございます。場内の皆様、各賞受賞の選手たちに今一度盛大な温かな拍手をお願いいたします。受賞選手は公式ブログまでしばらくそのままお待ちください。以上でマイナビオールスターゲーム2021表彰式を終了いたします。それでは写真撮影に移ります。では会場にお集まりいただきましたファンの皆様、最後まで熱い応援を本当にありがとうございました。さあ、この後は監督、選手が場内を一周してファンの皆様に感謝を伝えます。では両チームの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。なお、スタンドの皆様は大きな声を出さず立ち上がらずにご自身のお席に着席したまま拍手で